1テーマ出ワコン製造業ですが直属の上司は土日にもメールをバンバン飛ばしていますし、有の日も仕事をしています確実に休んでいる様子はありませんし、これが自分の未来の姿なのかと思うとやりきれません。 この人本当に幸せなのかなとか思っちゃいますね。厚生労働省の令和4年雇用動向調査結果の概況によると会社を辞める理由の一番は労働時間とのこと。思わず納得しましたね。別に上司が嫌いだとか給料が安いわけではありませんが、とにかく仕事仕事仕事の人生。結婚して子供ができても一緒に過ごせないし、そんな社畜みたいな人生を送るくらいなら平でいいです。お疲れ様です。社畜ジャパンです。 今日は出世コココンををテーマとしした当事者の口口ミミ紹介します口コミ2シャープで管理職として働いている激務のため部下の業務内容及び業務量について把握が難しく効果的な対応がしにくい環境管理職は土曜日出勤が常態化しておりその中で活躍されている方はすごいの一言シャープは組合が強く一般社員がしっかりと休む分 管理職がその幸せを一手に引き受けないといけない。多少給料が上がっても管理職にはならない方が良い。100時間残業がザラの世界だから。組合から守られていないからリストラ対象にもなりやすいので出世はあまりお勧めできない。口コミ3。病院勤務、直属の上司の残業時間が3ヶ月連続で150時間を超えており、もう辞めたい。管理職なので残業代は出ないし、生活残業ではなく純粋に業務量が膨大すぎる。 出世とかそれ以前の話で命に関わる。自分自身も先月95時間の残業をしており、どう考えても異常すぎる環境で地獄としか表現できない。今日は休日で冷静に今までのことやこれからのことを考えているが、職種を変えなきゃ次の職場も同じか会社組織は法律があるからちゃんと法律を守るそんなことは会社によるとしか言えないと痛感した。口コミ4。 いろいろやってきたけど、程よく無能が一番楽かな。言われたことは最低限やるけど、効率化とかは考えない。むしろ求められている作業時間ギリギリを狙って、ダラダラ非効率化を求めても良い。ダブルチェック連打など。テキパキやる人はいろいろ仕事が増えていって、大変になっていくだけだからな。それで出世とかの差はあるけど、あの仕事量の差で月額数万円しか変わらないとなると。 まあ、家庭持ちはその数万でも大事なんだろうけど、自分は独身でかなり暇だから残業とか休日出勤をするならその分副業をやった方が稼げるしね。口コミ 5YouTuber として月収100万円前後稼いでいますが、こうなると会社での労働意欲はいや多なく下がりますね。 自分の上司は朝早く来て帰りは遅いヨーロッパまでの海外出張をこなして帰国1時間後には出社して仕事白髪も増えてきたそれで年収は700から800万自分の年収よりも200万円ほど高いはずですが私の YouTube 収益の2ヶ月ほどとても割に合わない YouTube はやればやるだけ収入が増えますからね私も将来は管理職だとよく葉っぱをかけられますが上司を見ているとちょっとためらってしまいます口コミ6 単身不妊で地方に飛ばされた時は何のために働いているのか毎日考えていた。家族と一緒にいたいので転勤嫌ですってのは普通に正当な理由。もちろんそれが嫌で出世コースから外されるのも正当な理由だけどな。まあ入社当時は独身としての考えで転勤を覚悟していた人でも結婚したらそりゃ考えだって変わる。会社側だって就活していた時と入社後では少しずつ経営方針や社内文化は変わっていく。だから結局のところはこれはお互い様なんだよ。 口コミ7もう無理なんだよ昭和のノリは。 そもそも採用の時点で聞くべきであり、全員が出世したいみたいなのも勘違いだし、全員が稼ぎたいも勘違い。各々にマッチしたメニューを作ってやれよな。これからは徹底したルールがある会社が当たりだよ。残業、転勤、出世を絶対したくない人は専用のコース。昇給もボーナスもしっかり別物にすればよい。自分で選んだんだから従業員エンゲージメントも高まる。出世コースを選んだ人はそれなりの教育が入ることも伝えればなおよし。その際の言葉、態度でお互い判断すればいい。 口コミ8。職種や会社によるところもあるだろうけど、これは若い人に限らずだと思う。うちの会社は世代問わず誰も昇進したいと思っていない。役職についているのにそもそも給料は安いし、責任ばかり負わされる。肝心の役職手当は1万円程度しか出ませんし、部長ですら2万円、それで他の手当はカット。嫌な上司とダメな部下の間に挟まれて、結果残業せざるを得ないのに残業が多いと注意。 あと、ある程度上に行くと、他の視点に移動させられるしね、そんな姿を見て、一体誰が出世したいと思うのか。口コミ9、社長、管理職への昇進おめでとう。社員、ありがとうございます。会社、辞めます。 他の会社のことは知りませんが、弊社は管理職なら退勤後、休日関係なく常に仕事のことを考えるのが当然。長時間労働も管理職ならひたすら耐えろという風潮。それで最近の若手はなぜ管理職になりたがらないんだと上層部は憤慨しているのがお笑いです。損得勘定が働くからこそ嫌なことも我慢できますが、好き好んでストレスをためながら仕事なんてできません。会社ではなく自分のために働いているということを理解しないと根本的な対策は無理でしょうね。 口コミ10。 長年メガバンクに勤めて定年を迎えました。これまで出世した人を見ていると、出世しない人に比べたら圧倒的に飲み会の参加率は高かったです。むしろ出世しない人の共通点として飲み会に参加しない人という印象が強いですね。これは役員クラスもそうですし、今の部長クラスもそう。ただ飲み会を出世の手段と捉えているような人も今の時代はいないんじゃないかな。飲み会ははっきり言って面倒です。でも飲み会を含めいろんな面で職場を盛り上げようと頑張っている人が上に行ってほしい。 口コミ11、出世はオワコンとは思いませんし、周りがその状態なら一人で頑張れば差別化ができ、出世も能力も上がります。その後転職をすればどんどん給料も上がっていくし、人生も豊かになるものです。結局、頑張るのをやーめたって成長を止めた人は一生そのレイヤーのまま。 出世うんぬんじゃなくてぬるま湯から抜け出せなくなるだけ。まあ働き方改革によって頑張る人にはより良い環境になったと思いますよ。周りが勝手に自滅しますから。頑張って能力を高めて出世すればリストラ対象にもなりにくいし、なったとしても転職可能です。口コミ12 スカイ株式会社は売り上げが1049億円、従業員数3784名のソフトウェアの開発を行う IT 企業。具体的な商品としてはスカイ C、使用で PC を使う人が情報漏えいやトラブルを起こさないよう監視するソフト。2024年3月期は385名が入社し、267名が退社している。 40歳以降は毎年2000円基本給がダウンするため年功序列どころか出世しないと年功逆序列下手すると基本給が20万円を割ってしまう出世なんてーなどと言っている場合ではない社風はバリバリの体育会系で飲み会も多いコロナで減ったが復活しないことを望む口コミ13浦安市にある遊園地で技術職として働いていました職員個人の能力給はあるものの管理階級層は少なかったです本部長や部下長それ以外は一般社員 稀に数年間だけやるユニットマネージャーというチームを円滑に回すための班長みたいな役回りがありました。各々の個人技術で働いているので自分の仕事は手伝ってもらえない成果を出す厳しさはありましたね。ただ非常にフラットな組織で働き方の相性が合えば良い組織だったと思います。今は転職が当たり前の時代です。一つの会社での出世にこだわらず自分に合った組織を見つけた方が吉口コミ14 自分は転勤が嫌だから、公務員とか転勤の少ない働き方をずっと模索していた。大卒だけど出世とか大金持ちの夢は見ないことに。当時は大卒なのになんでここにいるのとか言われた。でも家を買ったら転勤みたいな人生になるよりまし。社員がここまでしかないといういい例だわ。自分は独身だが、これじゃあ結婚、子育てなんて無理ゲーだし、少子化も当然だ。出世してもバブル期みたいに女性が専業主婦でいられるほどの年収なんてないしな。口コミ15 自分の勤め先の場合、入社時から努力している人は、20代後半から係長になり、管理職以上になる人が多い。20代後半から努力する人は、30代半ばで係長になって、最終的に課長になる人が多い。30代になっても努力しない人は平社員のまま。出世に興味がなければ気にしなくてもいいけど、自分はもっと早く努力すればよかったと反省している。平社員から係長になったら、年収100万円以上増えたから。 もちろん、責任と裁量と仕事量も増えたけど、賞与や残業代の係数が全然違う。口コミ、16。以前はどうせ出世なんて、みたいなことを言うと、負け犬扱いで終わっていたのが変わってきた。今は会社に骨を埋めるくらいの格好がなければ、わざわざ出世を望む必要がない。出世しても大企業でもない限りは大きく変わらないし、副業との組み合わせで収入は簡単に追いつく。 責任もさほどなく、時間も持てるなら大概はそうする。出世したいのは大企業の昭和から平成初期世代まで。出世はオワコンというよりも、もともとオワコンだったのが働き方改革でより鮮明になってきたというだけの話。口コミ17。 私も一度昇進のオファーがありましたが断った経験があります。理由は管理職に向いていないと自分自身が思うから。そのことを上司に伝えると、とてもびっくりしていたようで断られると思っていなかったようです。後で周りから私を昇進するための根回しが大変だったとか、責任感はないのかとか言われたり、とんでもない針にむしろ状態で軽いうつ気味になりました。その後断りきれずオファーのあった下の階級に昇進しましたが、今はすごく会社に居づらいですね。今思うと辞めればよかったと思います。 口コミ、18。報酬と責任が釣り合っていない。出世といっても一般人は中間管理職ぐらいまでであり、残業代は出ずに給料は減って仕事は多忙になる地獄。40過ぎて役職なしや若手にバカにされる他人の目なんか知ったことかよ。それにその若手だってどうせ転職するんだし、在籍している人間の方がマシ10の仕事をクリアしたら15の仕事を押し付けられ、それをクリアしたら20の仕事を押し付けられる。このムーブが延々と続き自分が壊れて終わる。 こういう企業も多いから、キャリア形成は慎重にしておけ。口コミ、19。前の会社はすごく良かったですよ。人間関係も良好、給料も良かったし、やりがいもありました。ただ上司がよく冗談まじりで、今日4時間しか寝てない、なんて言っているのを聞いて、正直引いていました。朝早くから出勤して、帰りは23時、ひどい時は日付をまたぐ。自分もいずれは上司と同じように課長になるのだとはイメージしていましたが、ちょっと怖くなりました。 ちょうど高橋まつりさんの事件が起こった頃でしたし、真剣に人生を考え直した結果転職を決断。ワークライフバランス重視の会社に転職して、今は結婚して子供もいます。口コミ20。これで最後です。 出世しても仕事量と責任は増えるのに権限は譲渡されないケースが多すぎるから、オワコン化は当然。結局、やりたいことができるトップ以外は、中間管理職として板挟みになるだけなんよな。決裁額も低いし何もできない。前線に裁量権がないのは旧帝国陸軍の時と同じ。定額残業させ放題管理職の課長になって、幸せそうな奴がいないから、それは若手もなりたがらない。 適度にサボってあいつには責任のある仕事回せないなぁみたいなポジションが一番楽こんなんでよく回ってるよなと思うわ以上が出世はオワコンをテーマとした当事者の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください